大宅 TV。 どうも大宅と申します。お願いします。僕たちあの一卵性の双子でコンビ組んでやってるんです。双子でやってましてね、兄の大とですね、弟の宅でね、大宅と言いますね、覚えて帰っていただきたいなと思いますね。まあ、今日もですね、家族力合わせて頑張って笑い取ってどんどん売れていきたいななんて思ってるんです。家族って言うなお前。何が双子とか兄弟でいいだろお前。なんで一個デカめのカテゴリーに入れたんだよお前。でも家族は家族だろお前。いや家族って言うとなんか親父とかお袋の顔この辺に浮かんで一致団結感出て恥ずかしいだろお前。仮に滑ってみろよお前。一家ごと行かれるんだぞお前。いやお前兄貴も入れてやれよお前。言うなお前。え、いや兄貴いるけど確かに、一般的に双子ってその二人しか兄弟いないっていうイメージあんのよ。あ、お兄ちゃんいるんだってなったらそっち気になっちゃうから、だから俺あえて言ってなかったんだよ。でも兄貴も家族なんだから入れてやんないとかわいそうだろお前。いやそうだけど何個上なのかなとか気になっちゃうからさ。2個上なんですよ。言うなよ。34歳のお兄ちゃんいるんだ。ということは兄貴は中3の時に俺たちが中1で入学して親は参観日回るの大変だっただろうなとか考えるだろう。今日は大と拓って名前を覚えて帰ってもらえればいいの。龍太郎って言うんですよ。言うなよ。なんで俺たちの名前が漢字1文字で大と拓なのに兄貴だけ龍太郎なんだろうと思うだろう。親から1文字もらったのかな、長男だから太郎なのかなとか考えるだろう。言うなそういうことを。顔似てないんですよね。言うな。俺たちの顔似てんだからもう一人もちょっと似てるイメージあるだろうお前。小さい頃三つ子に間違えられたのかなみたいな思うんだってお前。似てないってなったらその顔までちょっと気になっちゃうだろう。皮付きの里芋みたいな顔。言うなお前。そもそも顔を里芋で例えるなよお前。里芋ってどっちかっていうと剥かれてるイメージあるんだお前。皮付きの里芋ってどんなんだっけってまずそっち気になっちゃうだろ。泥ついてたっけとかさ、泥みたいな顔してんのかなと思うだろう。坊主なんですよ、ね、言うな。里芋感増すだろ坊主で。余計なことを言うなってお前は。身長これくらいなんですよね。言うな。兄貴って言った時点で俺たちよりちょっとデカめイメージしてるんだよお前。やだろこれぐらいの里芋。考えろちゃんとお前。やっと社員になれました。言うな。その言い方だとつい最近までバイトしててお前焼き鳥屋の店長にお前夢もないんだったらうちで社員になれって言われたのがバレるだろお前。それでも親は喜んだんだお前。言うな。水球やってました。言うな。水泳ならまだしも。なんだ水球ってお前。マイナースポーツすぎて俺たちですらなんで始めたのって聞かなかったんだからな。イタリアが強いです。言うな。なんで急に水球の強豪国言ったんだお前。そんな情報いらないんだよ。今日は俺たちが面白いって思ってもらわなきゃいけない。兄貴に詳しくさせてどうすんだお前。この間ね皆さん、もう僕タクシー乗ってたんですよ。さあ向かいにトラック走ってましてね。さあトラックの運転手さんがここでバーッと右の窓を開けてこうやって肘こう出したんですよね外に。そしたら助手席に座ってる人もバーッと左の窓を開けてこう左からこうやって肘こう出したんですよ。なんか後ろから見てたらなんか一人の大きな人間がこう両サイドからこう出してるみたいな。言うなお前。兄貴の鉄板のエピソードトーク。酔ったら必ず言うやつ。言うなお前は。やめろお前。兄貴が驚いた時に必ず取るリアクションやめろお前。やめろ、うん、兄貴が写真撮るときに必ず撮るポーズやめろお前は。何をやってんのお前は。さっきから余計なこと言ってんじゃないよお前マジで。お前 Facebook やってます。言うな。これだけの情報を言った後に Facebook やってますわ。みんな気になって検索するだろお前。興味持って友達申請送ったら兄貴夜中にお前50件くらい来たら驚くだろお前。違うそれいいんだってもう。驚いたときの兄貴いいんだってもう。メガネかけてます。言うな。今さらみんなもう思い思いの兄貴像をそれぞれがイメージしてたんだ。その兄貴にまだ誰もメガネをかけてなかったんだよお前。言うんだったら見た目の序盤で言えよお前。てかさ、ちょっとお前の方が詳しく兄貴説明してない。言うな。言いながら俺も兄貴いじりたくてしょうがなかったんだお前。言うなそういうことを。もういいよ。言うな。それは俺が言うんだ。もういいよ。どうもありがとうございました。